なくなった。なので菜花を植えた。で菜花を植えた、ところで、そこで一回立ち戻って、これは一体どうして、どうしてどうやって作ってどうでござるかということをもう一回やらなくちゃいけないよね。いい気持ちになったらそのままどうしても帰らないから居酒屋さんに寄って食事をしたり、あるいはそこに売ってたお漬物を買ってみたりするじゃないですか。だからいい気持ちになる、それが文化なんですよね。だから今手永一さんがどういうことか私もこれから拝見しますけど、いい関係の文化的な事業も一緒に食って終わりにというところで、まあ誰のための活性化かということですね。で、生きがいは何か、人生の最後をどうしたいのか、学習は宝、今後の展開を考える。